になりました。中島ワンアウト。三球勝負できました。ありますか。最後も一目の球でした。打ち上げたキャッチャー清水、負けがついてしまってね、はい、ちょっとこう上手ライディングを消したんで、そのあたりをちょっと早めに投げさせて、先頭バッターです。うまく打たせて深いところ、一塁送球、間に合った。3人の、ね、ファイターズにとってはその新しいメンバーということになります。13球目、うん、そして粘ったんですが、セカンドへの打球、その先がさばいています。まずは同列試合から20です。初球からいきますが、まず秋山ワンアウトになります。今日もしっかりまずツーアウトを取っています。空振り、ストレートで空振りを奪ってきました。スライダー 15%、まあ、基本的にはまっすぐ来るボールはありません。空振りの三振です。ツーボールツーストライク、田村が打ちに寄っています。同じような球で打ち取りました。これもそうですよね、はい。ボールを打って、ボールはセカンド回り込んだ。福田ボールを取り上げた。出しての初得点というような印象もありますね。そんな感じですね。あの日本取れる状況ですよね。ですね。これはレフト方向へのフライですが、まあ、余裕がありました。ライン際で掴んではない。あとは縦のスライダー、そして落ちるボールもあります。これがチェンジアップです。まあ、右コースが取れたら結構ですか。若月の外角を要求します。さあゲッツ取れるか。5、4、1塁は間に合いました。ゴールの佐藤渡辺、ダブルプレー。ナイスパフォーマンスです。さあ8回の裏、グラウンド初球止めたバット、ショートが1塁に送ってワンアウトです。ワンアウト、佐藤の佐々木が塁に出られるか。バット回って三振です。加藤さん、はい、あのこのヒゲなんですけども、報道陣もですね、報道陣の前に石川君がこう歩いた時に、あれっていうみんな顔して、はい、話聞きに行こうかなと思ったらもう一歩出遅れて話聞けなかったということで、その後の方が報道陣はあれどうしたんだろうどうしたんだろうっていうみんな言ってましたね、はい、めちゃくちゃ長いですよね。